さあドラゴンズいきなりチャンス、1回の表ツーアウト一塁、バッター平田、今日5番に入った平田、打ってくれ打ってくれ、打った打った、打球落ちるぞ、打球落ちるぞ、打球落ちろ落ちろ、よし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 、ナイス平田、ナイス平田、それたそれたそれた、2点目2点目に、あーまあでもナイス平田、ニコニコスマイル。いや今日5番即スタメン、結果残した、やるじゃん、こういう時に打つのが大事よ平田。しゃあ、いやー先制点取れた、もう逃げ切ろう、チャンスで2アウト2、3塁、バッターは気の毒、2ストライク2ボール、さあ打てるか、打った、打球は、おーサード弾いた、サード弾いた、サード弾いた、悩んだ悩んだ、よっしゃー、ナイス気の毒、痛烈な当たり、サード応酬、これは記録は悩んだか、エラーがつきました。やっぱり阪神ここでエラーしてきたぞ、このエラーは絶対ドラゴンズ勝ちに結びつけないと、エラーしたもんが負けるからね、絶対ドラゴンズ勝つよ。おーサードうんま、マスターうんま、ナイスケツーケツー、守備がうまきゃ勝つよ、この試合はロースコアだから。さあ阪神気だ、ナイスオーノー、この2点を守りきるんだ。ちょい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 、キノタク、キノタクバズーカ、来たー来たー、キノタクバズーカー、ツーラン、2対0から久しぶり4-0来たー、この2点でかすぎる、マジでか、いやー来た来たぜ、6号ホームラン、いやーキノタクバズーカ久しぶりに見たけど、ニコニコじゃん、でっか、オーロの女房役が助けたぞ、やーべえな、いやもうね、西投手のねシュートかな、シュートの低め、いや木の卓ね、シュートのねインコース系を引っ張ってたまにホームランあるんよね、ここで来たか、えぐいわ、嬉しすぎるぜ。はい、どうもアトリーハイです、本日もよろしくお願いします。ということでね、中日ドラゴンズ今日はね、もう試合前にね、大島選手がちょっとコロナに離脱でね、もうほっ本当に一番バッター、チームの一番打率を残してるね、首位打者争いしてる大島選手がいなくなったっていうね、すごく痛いニュースが入ってきましたけど、今日はそれはとは裏腹にね、ドラゴンズ、まあ甲子園ではない、苦手鬼門甲子園ではないとはいえ、京セラドーム大阪で対阪神に対して初戦ね、4対0で勝ちました。完封ドラゴン、やったぜ。いや今日はね、褒めちぎるからね、もう今日は褒めちぎっちゃうよ、もう本当に幸せっていうかね、最高のゲームでしたね、文句なし、打っても守ってもにしても、デカドアラミニドアラ、よかったな今日の試合は、よかったな今日、最高の試合だったな、もう本当にテレビで見ててワク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 して、希望に満ち溢れる試合だったな、うん、最高でした。まずは何と言っても先発ピッチャー大野雄大、完封勝利おめでとうございます、素晴らしい、もう本当素晴らしい、チームが苦しい中ね、もうここでやってもらわなきゃいけないっていうところでビシッと完封決めてくるあたり、さすがエース、やっぱこれが真のエースだなと、まあ、今日はね、何と言ってもね、要所要所のコントロールが素晴らしかった、コントロールが良かった、やっぱインコースをしっかりついて、アウトコースの低めのねツーシームやカットボールで打ち取る、まあね、要所要所のやっぱりコントロールが一番ね、今日はね、立ち上がりから、いつもちょっと立ち上がりとか荒れる時あるんですけど、立ち上がりから良かった。で、要所要所できちんとコントロールしてた。何回でも言いますけど、コントロールが良かった。で、そしてね、1回の裏、3回の裏にね、島田選手をルーに出してね、足の速い選手を出塁させたんですよ。でもやっぱ、大野木下バッテリーっていうことでね、まあ、大野投手、左のね、牽制も上手いですし、キャッチャーの木下君もね、一つ盗塁を刺したということで、やっぱ相手のね、ランナーを盗塁させない。まあ、阪神は好きあらば盗塁していきますからね。まあ、あんまり今ちょっと阪神もね、近本選手、中野選手、大山選手、3人ね、主力打者がいない中で、盗塁をしてこなきゃっていうところでね、その盗塁の目を詰めたっていうところもね、今日初戦において大きかったと思います。そしてね、やっぱ今日注目してたのが3番のね、ロドリゲスということで、まあ、ドラゴンズね、新外国人になんかもうね、打たれてるイメージがね、結構ね、あるんですけど、ロドリゲスのね、対戦を注目してたんですけど、きちんとインコース、これね、今日で試合終わりじゃなくてね、明日も明後日も続く3連戦ということで、インコースを徹底して意識させて、最後アウトコースのね、引っ掛ける球、厳しいところで打ち取ると、完璧なね、攻め方だったんじゃないでしょうか。やっぱロドリゲス選手もね、全体的にこう、ガン引っ張り傾向、すごいガン引っ張りっていうか、めちゃくちゃ引っ張ってくる意識がある中で、インコースついてアウトコースの厳しいところを引っ張らせてゴロを打たせると。素晴らしい。文句ないピッチングでした。
一方ドラゴンズ打線、まずね今日はドラゴンズ初回からね点取りました。先制点を取りました。相手先発ピッチャーの西投手もね立ち上がりからねアウトコースインコースに出し入れ、コントロール良くてね、決してね西投手が甘い球を投げてたわけじゃないんですけど、今日はドラゴンズ打線ね良かった。ツーアウトから3番のマスター4番のレシード、甘くない球をね詰まりながらもヒットにして、ツーアウト1、2のチャンスでね今日5番に入った平田選手、なったに、いや、詰まりながらもね、右中間に先制点取った。この1点目がね、大きな突破口となった。もう、塁上でもね、ニコニコのスマイルでね、もうやっぱ平田選手はね、打った後のスマイルが似合う男。そしてね、その後のサドテルの送球エラーもあって、続いたチャンスで木野拓がね、シュートをね、インコースを思いっきり引っ張って、いい当たりファール打ったんですよ。まあこれがね後の伏線回収につながるんですけど、ファールファールで粘ってね最後ね、来た球をね引っ張って痛烈な当たりがサードに飛んでね、まあちょっとサードの糸原が弾いてエラーしてくれたっていうことで、この2点目も大きかった。やっぱりねもうドラゴンズ対阪神、そんなに打てないチーム同士の戦いでやっぱエラーした方が負ける、これはねもう常に定石だと思うんですけど、まあ阪神さんのねくれたエラーをきちんと点にものにしていった、これはね大きかったと思います。そして8回の裏、さっき伏線回収って言いましたけど、ここで伏線回収、8回の裏ピッチャー西に対してね、ツーアウト1塁から8番の木野拓、今日はね盗塁の方を指して木野拓バズーカありましたけど、こっちはね、インコースかな、ちょっと低めのシュート系の球をね今度は正真正銘の木野拓バズーカレフトにぶち込みました。なんと9回、この追加点2点、大きかった。9回にねチャンス作られたからこそね、2対0と4対0じゃえらい違いだったんですけど、やっぱ木野拓選手をね、あの東京ドームで昔巨人にいた大竹選手、広島から巨人の大竹選手のねインコースのシュートを引っ張ってね狙い撃ちかのようにホームラン打った姿がね僕の脳裏には焼き付いてたんですけど、たまに木野拓ってねインコースのシュートをねうまく引っ張ってホームランにする技術があるっていうのね、いや、やっぱ長打魅力ですね。久しぶりにね木野拓のホームラン見ましたけど、やっぱホームラン、ドラゴンズはねピッチャーで守るチームだからこそね、ホームランがよりねすごく大きな点になるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあなかなかチーム状況は苦しいですけど、今日はね投打ともにねバランスの取れた、文句何一つないね素晴らしいゲームができてね本当に嬉しいです。まあ阪神の方もねやっぱ3人も離脱者がいてね、まあちょっといたたまれない気持ちもありますけど、まあでもドラゴンズとしたらねもう最下位で苦しんでるんでね、3位の相手のチームにね遠慮してる場合じゃないんで、もう勝てる試合、むしろこの阪神が弱ってる段階で試合があるならね取っていかなきゃ、いつ勝つんだって話なんでね、もうこのままね明日も明後日も勝ってね3点決めてやりたいと思います。明日のドラゴンズの先発ピッチャーは小笠原、阪神藤浪っていうことで、まず小笠原投手ね、もう今日大野雄大先輩が素晴らしいね流れを作ってくれましたから、この流れに乗ってね小笠原投手もね広い京セラドームでナイスピッチング期待したいと思います。そして藤浪投手ね、まあこう最近はねコントロールがだいぶ良くなってきたというかね、いいピッチングしてるのが目立つのでね、まあドラゴンズ打線特に右バッターはね、まあ、抜けてくるシュートとかやっぱ踏み込みづらい部分はねあの剛速球はあるんであるとは思うんですけど、まあなんとかね今日みたいにもう少ない点でもね少ないチャンスでもねものにしてね、もう何が何でもね勝ちたいと、負けていい試合なんてないですからね、明日も勝っていこうと思います。本日の最後のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。いや今日は気分が爽快だ。